なあ、キリエ。ん?一緒にこの街を脱出しないか。何それ?駆け落ち?君は何も感じないのか? え?最近やけに渦が多い。ええ、そうね。それに、風までもがやけに渦を巻き上がる。 親父が変になったのも、この町のせいだと俺は思ってる。え?親父は、最近は会社へも行かず、書斎に閉じこもって。溢れ返った渦巻きを一日中ただひたすら見つめているんだ。 そうしている時の親父の目は、ぐるぐる回っているんだ。左右別々に。しかも異様に滑らかに。左右の目を別々に?ある日の夕食の席では、 味噌汁にナルト巻きが入っていないと怒り出して。とにかく渦がなければ気が済まないんだ。風呂でも必ず渦を作るらしい。笑うのも無理ないさ。実際に見ないとあの不気味さはわからない。 もう5時。嫌な音だ。俺の耳の中をかき回しやがる。あの陰鬱な海、邪悪な黒い灯台、陰険な山々、この街並み、全てが俺の神経を引っかき回す。 私の生まれ育ったクローズ町。最近やけに渦が多い。これからお話しするのは、 なんだあれは。この町で起こった奇妙な出来事の数々です。ダヤマン、その背中どうしたんだ。渦巻きというものに何やら神秘的なものを感じるんです。いや、絶対に何か不思議な力が秘められてるに違いない。渦の入り口に過ぎなかったということに。額に何を隠している。ちょうどいいわ。これを見ればあなたもきっと。やっぱり渦巻きだ。私たちはまだ 気づいていませんでした。なんだか変なの。ちょっと私の顔見てくれない。ああ、ちょっとやめて。いい加減にして。どうしようもないんだ。早く死にたいね。マリコさんだわ。私の耳 手遅れになる前に早くこの街から脱出するんだ。手遅れになる前に。 Based on Junji Ito's spine-tingling manga comes the all-new limited series Uzumaki. Japanese language premieres Saturday, September 28th.